長野若松5月7日の1977年3月30日は、日本の内務官僚。福井県知事などを歴任し、特に原爆被災時の長崎県知事として知られる。福岡県北九州市国楽生まれ。東京帝国大学工学部電気工学科卒業後、同大学法学部に編入し、卒業後、内務省に入省。 厚生省労政課長、警視庁刑事部長、同特攻部長、内務省保安部長、福井県知事、東海地方協議会参事官、内務省防空総本部総務局長を経て1945年4月21日、長崎県知事に任命された。被爆時に、防空本部の会議が行われていた、立山防空号の内部、一番奥が知事室。 同年8月8日夕方、広島市への原子爆弾投下後に被災状況を実験し、長崎に帰った西岡武次郎大義士から広島の惨状を聞いた長野は、警察との協議で現時点で無傷である長崎にも原子爆弾が投下される可能性が高いとの結論に至った。翌日8月9日、長崎市内立山町、諏訪公園内の防空壕に置かれた。 県防空本部に幹部を招集、新型爆弾被災時の対策を協議した。長崎に投下された原爆に被災したのは、この最中であったが、爆心地からコンピラ山を隔てて、約 2.7km 離れており、かつ、防空壕内であったため、一時的に停電が起こった。他に、直接の被害はなかった。 またこの時点では県庁など行政機関が所在する、いわゆる、旧市内はほとんど大きな被害もなく、爆心地である、浦上地区の山上についてほとんど防空本部には伝わらず、長野は、九州地方総監府などへの直後の第一報として、広島の被害に比較し被害の程度局めて警備に、指定支社並みに家屋の東海派遣省なりとの電報を、打った。8月10日。 爆心地より 2.5km の地点で、浦上方面から避難する被爆者たちの姿さらに、被爆後1時間以上経過した12時30分ごろ、突如、長崎県庁から火災が起こり、これが、付近一帯に広がって、大火となったため、旧市内と浦上地区との間の交通が遮断され、長野ら検討局者は、沈下までしばらくの間被爆の実情を把握することが、 できなかった。しかしその日の夕刻近くになって、浦上方面から重傷を負った多数の被爆者が避難してくるのを目の当たりにし、また、爆心地近くの平野町にあった自宅の様子を見に、帰っていた岡田久敷長崎市長から被害の報告を聞いたことから、長野は内務省に訂正の報告電報を打ち、各方面に救援を要請するとと,ともに、自身も10 未明爆心地方面の視察を行った。それから打電する内容も、被害は、全市に及び死傷者、約5万人くらいと任務、長崎駅北は全然存在する家屋なしなどと変化し、翌月3日まで11回にわたって、緊急報告を発信し続けた。長野は、その後、県の最高責任者として、被爆直後の被災地の復旧、 被爆者の救援を指揮し、8月15日の終戦に、際しては、徹底抗戦を唱える、軍、憲兵の説得に尽力した。1946年1月25日、GHQ により、特攻部長の前歴を理由に、公職追放処分となり、長崎県知事を遺願免下にした。1951年8月6日に追放解除され、1952年の、 第25回衆議院議員総選挙で福岡4区から無所属で立候補したが落選した。その後、新日本証券顧問などを務め、1977年3月30日に急性肺炎により成去する。ありがとうございます。